マレーシアをですね、中心にファイナンシャルアドバイザーとしてお仕事しているゆうこです。本日は豪華ゲスト、マレーシア教育移住サポートをされている、はい、ヒロさんです。よろしくお願いします。最初にですね、マレーシア教育移住サポートということなんですけれども、もともとはこちらの方に、ね、ご自身も。そうですね、はいはい、私自身も、子供が小学校1年生ぐらいになるタイミングで、インターに入れたいなっていうのがもともと考えていて、実は子供が1歳半ぐらいの時にもうすでにマレーシアを下見に来てまして。すごいですね。もうこうだから情報とか全部ぐるっと回って、この国に住めるかなっていうのをまず1回下見に来て、あとその後もヨーロッパとかもちょっとドイツとかも気になってこれはもう本物ですね。見に行ったりとかしたんですけど、やっぱ寒かったり食べ物がちょっと合わなかったり、あと太陽がね冬とかないっていうのがちょっと多分私には合わないなっていうことで、やっぱマレーシアに決めて、子供は、上の子供は5歳の時に来て、今もうすぐ6年になる形です。終わってますね。はい。で、自分自身もマレーシアに今教育移住の目的で来て、本当にマレーシアでの生活だったり、子育てがやっぱり私は日本よりもすごく楽で楽しくて、英語と中国語の教育もできるので、すごくいい教育環境だということもあって、今の仕事をしているというような流れになります。娘さんすごい頭いいですねいやだから成功例だと思います。イヤー1から、今イヤー6なんで、6年間かけて、昨日ちょうど、成績表をもらったんですけど、本当おーすごいっていう感じで、ほぼオール A。 いや本当ね、学校がの、レベルもあるのであれですけれども、本当にね、頑張って本人もやっていて、本人自身は日本の小学校に行ったことないので、その分やっぱ日本語が、できないっていう部分はあるんですけど、海外で、生活して、本人も楽しんでいるので、やっぱマレーシア来てよかったなっていうのは実感しております。はい、素晴らしい。私も海外子育てしておりますけれども、やはりね、お子さんもね、言語習得だったり、社会とかコミュニティになれるのは一生懸命なんですよね。その中のやっぱりお母さんがもね、フルサポートをするという環境をね、またあるのもすごい大切な仕事だなというふうには感じておりますので、いろいろと学ばせていただき、ありがとうございます。でですね、今のマレーシア教育移住かなり熱いということなんですけれども、これどういう流れでこうマレーシアなんでしょうかね。そうですね、やっぱりご相談件数はですね、やっぱりコロナ明けてからもぶわーっと増えてきて、やっぱ日本はやはり4月区切りだから3月4月とかはすごい問い合わせがやっぱ多かったです、でやっぱりこう、今の日本になんかちょっと不安を感じるとか、あと中学受験目指してたけど、毎日塾の夜遅くまでやって、なんか本当にこれでいいのかっていうので方向転換して海外移住を検討される方とか、あとはやはり子供の将来のために英語をやっぱ学ばせたいっていうのが皆さん要望としてあるので、あとは帰国子女を狙いたいから何年か数年間来たいとかいう方もいらっしゃいますので、結構さまざまですね。なのでお客さん的には母子留学の方が基本多いんですけど、ご家族で移住されたいという場合は、他のビザ、MMTH なり他のビザを検討されて移住される方もいますし、いきなり駐在になって学校を探す時間ないからお手伝いしてほしいという方もいらっしゃいます。結構さまざまですね、入り口としてはね。やっぱりこう任意で、こちらに移住して、したいと思う方々の親御さんのやっぱ熱意っていうのは、そうですね、皆さんやっぱりすごい真剣に学校を探されているので、私としてもご要望をまずヒアリングして、本当にそのご家族にが一番望んでいる学校をご提案できるようにっていうのを心がけてやってはいます。この教育移住というところで、やっぱ学校選びもそうなんですけれども、やっぱ住居選びとかっていうのもこうパッケージ化というか、ここに住みたいからじゃあどの学校とかっていうので判断されるのか、どんな感じで学校選びをされてますか。やはり教育移住の方は、学校最初に決めてから、そこから通える距離はどのくらいかっていうのと、あとはやはりなんか人気なのはやはりデサパートに住みたいとか、やっぱモンテキアラ住みたいって、リサーチ済みなんですね。そうですね、で住みたいってなると、そこで、そのあたりだと通う、なんかバス何
何分まで大丈夫ですかとか、まあ、徒歩じゃなきゃ嫌だとかそういう要望を聞いて、まあ、スクールをご提案していくっていうような感じですね。基本、まあ、7割ぐらいやっぱ学校最初ですかね。ウェブ上でもこうマレーシア移住っていうことでね、もう多く あの情報っていうのが、はい、まあ、溢れ出てる感じはしますよね。そんな中やっぱやはりこう理想というね、海外移住と実際にこちらに来て、あれなんか違うんだけどっていうようなこういったギャップっていうところでは何かこうクライアントさんから聞くことありますか？そうですね、やはりまあ、まあ来てみて、まあ、あんまり私のお客さんで来てみてあんまりあのダメだったっていう方は基本あんまりいないんですけれども、やはりなんかこう海外生活って来た時ってやっぱりすごい慣れるまで時間かかるじゃないですか。やっぱりね、ストレスも抱えてしまったり、あとまあね、まだ知り合いがいなかったりちょっと孤独を感じてしまったりっていうこともあると思うんですけど、まあそういうのでちょっと疲れてしまって体調崩してしまう方とかはたまにいらっしゃったりするので、やっぱなんでしょう、もう本当に海外なので、まあ、最初はもう本当に無理をしないというか、無理せずにまずはもう自分たちがこう快適に暮らせることを心がけていった方が馴染みやすいんじゃないかなというのはありますね。そうですよね、まあ、教育移住っていうとね、数ヶ月の話ではなくて、そうですね、何年 もう長期戦ですので、はい、まずあの生活に慣れるっていうところ で、ね、やっぱ1年ぐらいはやっぱ慣れないと思うんで、なんかもう、で日本と違うじゃないですか、やっぱり、ね、まず言語からしてね、でなんか時間通りに人は来ないし、物は届かないしとか、まあ、そういうことに一つ一つやっぱこううーってなってるとすごい自分が疲れちゃうと思うので、やっぱそういうところも、あの本当になんか長く住んでるとマレーシアあるあるだからっていう形でああねってなりますよね。そうそう、ああ分かった分かったって感じになってくるので、まあ、それも慣れるまではちょっとやっぱ時間はかかるのかなっていうのは、やっぱ行ってすぐ楽しい海外生活というわけにはやっぱいかないというか、最初はやっぱりすごい、まあ、私自身もやっぱ 1,2 年は苦労してね、泣いたこともありますし、もうそういう風にしてやっぱこう積み重なっていくと、もうすごいあのなんでしょう、暮らしやすいっていう感じになってくるので、やはり最初はまあまあ、なんでしょうね、まあ、最初から全然馴染んでる方もいらっしゃいますし、本当さまざまなんですけど、まあ、あんまり無理せずに、ゆっくり馴染んでいくのがいいんじゃないかなっていうところはありますね。やっぱ一人ではね、まあ、どうすることもできないだったりだとか、周りのやっぱりサポートがね、あの必要だったりってもあると思うんですよね。やっぱこちら海外ですし、はい、おじいちゃんおばあちゃんが近くにいるわけでもないですので、というところではね、まあ、例えば、ね、私たちがこうあの、運営しているようなこう日本人ママ、マレーシアの Facebook のプログループでもあるんですね。コミュニティもありますね。そういうところで、まあ、ぜひとも交流していただきたいなと思いますよね。あとヒロさんももちろんこう母子留学の、はい、で来られてるママさんともつながりあると思うので、はいはいはい、そうですね、私はなんかその同じ学校だったり同じエリアだったお客さんを、まあ、つないだりっていうことは、はい、してますので、まあ、お友達作りというか、まあ、なんかね、最初ね、あのやはり同じ学校に通ってる人の方が同じね、同じなんでしょう、学校なので話せることも多いし、ね、まあ、聞けることも多いと思うので、まあ、そういう形であのグループは作ったりとかはしてますね。はい、かなりの日本人の、ね、学生さんが日本から来られて、どこの学校行っても結構日本人多いじゃないキャーってね、あのヒロさんがまあ6年前、ぐらいに来られた時はあまり、ね、日本人の学生って珍しい方だったと思うんですね。そうですね、でも今はもうなんか保護者なんですか？はい、あとはまあ結構学校によっては国籍コントロールをしているところもあるので、もう今年は日本人は無理だよって言われる、あのエージェント側に言ってくる学校もあれば、あともうクラスの何パーセント以上は入れないというルールもあるので、まあ枠が空いてるけど日本人比率がもういっぱいだから、はい、のウェイティングですっていうこともあるので、まあ本当に手続き自体を早くした方がいいかなっていうところと、まああとは日本人が多いのがまあ悪いのかっていうと、まあ一概にそうではないと思うんですね。まあ英語がゼロの状態で来て日本人が多いと、まあ日本語で話してしまうから日本、英語が上達しないっていう、まあ、リスクというか、まあ、そういうのはあると思うんですけど、逆にうちの子の場合は日本語は話せ、日本語ができないので日本人いた方がいいっていうか、私はそういう考えですし、あとやっぱ日本人同士だから日本で流行ってるものとかを日本の友達に教えてもらったりっていう交流はなんか私はすごいいいと思うので、なんか一概に日本人が多いからなんかダメっていうことでもないのかなとは思いますけど、やはりまあお客さんでも日本人多くない方がいいっていうあの思われている親御さんが多いのはまあ事実かなっていうところですね。でもやっぱりある程度日本人がいた方がいいっていう方もいらっしゃるので、まあ一概に言えないんですけど、まあ
あとは、日本人がいたとしても、インターに入っただけではもともと英語が話せないなら話せるようになるわけないと思うんですよ、結構皆さんインターに入れたら英語話せるようになるって思ってると思うんですけど、そんな甘くはなくって、やはり入った時点でみんなよりも下ならばそこに上げてあげる努力がやはり必要だと思うので、英語アフタースクールに英語のスクール行くなり、ホリデー期間中に英語のプログラム行くなりっていうことを、うちもやっぱ1年ぐらいずっとやってきて、今英語がやっとできた、普通というか英語はちゃんとね、いい感じになってきたので、なんかインター入れたから OK っていうわけではないっていうのはちょっと言っておきたいかなと思いますね。いやーすーごいわかりますね。それだけインターに入れたらもう英語話せるってそんな簡単じゃないですよね。で自分たちもそんなね、それね、1年間そういう環境に立ってペラペラにはならないので、ましては勉強するっていうことはやはりもうその分遅れを取ってるなら、やっぱ そこにやっぱ上げてあげるよう、お母さんのサポートと本人もやっぱ頑張んなきゃいけないんじゃないかなと思います、そうですね、そのためにはね、目的意識、そうですね、というところで、一緒に親御さんと、英語習得するだとか、あと環境づくりですよね、日本人の、ご家族とね、コミュニケーションを取ったりっていうのは全く、ダメなこと、ではないですので、ちょっとはけ口だったりね、そうというところでコミュニケーションしながら、あと適度に距離を置くというのもすごく大切かなと思いますけど、そうですね、やっぱ日本語でなんかこう自分の気持ち話せる人がいるっていうのはね、やっぱストレスね発散になったりもするので、なんかそういう意味でなんかそのもう日本人と全く触れ合わないっていうのは逆に自分をこうね、自分のなんかこうなんか苦しめてしまってるみたいな、なるほどね、っていうのもあるのかな、逃げ道というかね、やっぱり海外生活では自分の言語でね、同じ国から来た方々とね、やっぱ話せる話せないではやっぱストレスともかなり違うと思うので、日本人がたくさんいるからといってダメというわけではなくて、結局はご自身次第と、そうですね、自分がどういうふうにその、学校で日本大体の学校日本語で話すなって言われますからね、でそれでも休み時間日本人とこうつるんでしまうっていうのはなんでしょう、すごい強い言い方をしてる甘えじゃないですか、なのでそういう、それが学校生活楽しいのであれば別にいいですけど、英語を英語を話せるようにしたいというのであれば、やはり英語の勉強をしなければいけないということですよね、インター校は語学学校じゃないよっていうことですね。そうですね、語学学校ではないですね、そこに行けば、英語の勉強はしますけど他の教科の勉強もしますし、それに対しても英語が分かってないとその勉強についていけないっていうことになってしまうので、やはりね、せっかく来たのであればやっぱり英語、習得して いただきたいので、やはりインター入れるだけでって思っていらっしゃるのはちょっと違いますよっていうのはいつもお客さんに、マレーシアのこれから、そうですですね、はい、もっともっとこの数年は増えていくのかとか、全然こうなんていうかお問い合わせも途切れる感じじゃないとか、どん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 人気になっていくやっぱり、サービスというか、そういった傾向ですかね。そうですかね、でも、今のところは、でも増えては来ているなとは思いますし、結構まだ 2,3 歳ですけどっていう、まだちっちゃくても、考えてらっしゃる方もいたりするので、なんかこのタイミングが結構重要なのかなと、そのご家族の行けるタイミングもありますけど、やはりこう年齢が上がりすぎてしまうと、やはり入学の難易度も高くなりますし、やはりイギリス式だと IGCSE とかのエグザムがありますよね、あとそういうやっぱそのエグザム直前に入るっていうのは基本的にやっぱインターを受け入れしがたいところがあるので、やはりちょっとこう、その帰国子女狙うって言っても、やはりちょっと早めに来た方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。あとそうですね、人気の学校とかはもうやっぱりもうすぐウェイティングになってしまうんで、なんか早く申し込みをやっぱりする、人気になればなるほどやっぱ、人が集中するので、もう枠が空いてなければやっぱ入れないので、やっぱそのあたりはもう早め早めに行った方がいいかなっていうところと、なんか今は、シンガポールからも、そうです、シンガポールも最近多いですし、お客さんでベトナムとかからもタイからの問い合わせも多いです、来るので、興味深いですよね、シンガポールがやっぱり今すごいなんかいろいろ厳しくなってるみたいですね、EP を出すのに DP をエンプロイメントパスに出す、ディペンデントパスもなんかいろいろ収入の制限とか、いろんな規制が、ハードルが高くなって
ってきていて、うんうん、まあ、シンガポールからマレーシアを現行検討されているという方も、はい、あのいくつか相談に受けてますね、うん、はい、うん、まあまあ、シンガポールはね、何でもやっぱり高いじゃないですか、コストがかかるので、まあ、コストを抑えるという意味では マレーシアはまあ選択肢としては、私もシンガポールのお話聞いてると、も家賃とかもマレーシアの10倍とかもすごいことに なっているようなので、もうあのいきなり家賃とかも値上げされたりとかするっていうので、やはりまあちょっとご検討されている方が多いのかなと思います、うんうん、あのインターコアのやっぱ値段っていうのは、うん、はい、なんか徐々に上がってる感じはしますか。 もちろんね、進級することに上がるのは当たり前なんですけど、なんかこういきなりバンとかって上げましたっていうような、そうですね、あのそんないきなり、まあ、年に 5% ぐらいは、ね、5% ぐらいは上がっていくのかなっていう、うん、これは想定ない、うん、そうですね、いきなり 20% とか上がることはないと思うんですけれども、まあ、徐々に上がってますよね。下がってはいないというか、まあ、コロナ禍でね、ちょっと割引とかね、ありましたね、のはありましたけど、もう普通に戻ってるので、 あとは多分上がり方なので、まあね、上がらないうちに来た方がいいのかもね、まあ、かもしれないですね、あとウェイティングリストっていうね、お話もありますので、そうですね、今目を、ね、向けたからといって、で入学できるかっていうのはもう学校次第っていう、そうですね、やっぱ人気の学校とかはもうすぐ埋まってしまうので、ペンに動いて損はないかなっていう、うんうん、と思います。ちょっとエピソードがありまして、うん、あの私は沖縄出身なんですけれども、はいはいはい、お友達が、ね、カフェに行ったんですね、うん、那覇の、うん、そしたら隣の、奥様たちがマレーシア移住についてお話ししたんです、うん、そうなんですね、はい、結構詳しかったみたいな話をしてね、うんうんうん、多分お友達は読書しながらこうね、これ暖房で聞いたと思うんですけどもすごくないですか。すごいですね。もうなるほど、こんな。でもなんかマレーシアって昔からほら移住したいナンバーワンみたいなことはありますけど、なんかやっぱ MMTH とかがちょっとハードル上がって、うんうんうん、まあ、あと今ね、この間からできたノマドビザですかね、はいはいはい、まあ、ができたので、まあ、またちょっと移住が増えてきてるのかなと思いますけど、うん、まあ、タイもね、うん、なんかエリートビザとかできてね、なんかね、タイとマレーシア検討されてるお客さんとかも結構いらっしゃいますね。やっぱ住んでみないとわからないっていう部分もありますよね。そうですね、まあ、タイは私もなんか旅行では行ったことあるんですけど、うん、やはりまあなんか意外と英語が通じなかったりするんですけど、マレーシアはね、基本英語どこでも通じますし、みんな、ね、英語話しますもんね、うんうんうん、マレー系の方もね、うん、そうですよ ね、まあ、パーフェクトじゃないかもしれないけれども、うん、分かってくれますからね。そうですね、あのこう単語並べただけでも理解してくれるね、うんうん、あのそういう優しさもあるので、なんか、まあ、移住、日本人が移住するには移住しやすいんじゃないかなと思います、うん、マレーシアは、うんうん、はい、あでも、うん、その要素はあるかもしれないですね、うんうん、言語、食べ物ですね、うんうん、気候、うんうんうん、あとは、まあ、あのビザの、ね、難易度っていうところではもう、はい、じゃあもう結構マレーシアしかないんじゃないっていう感じになるかもしれないですね。インターンと、まあ、ガーディアンビザは、まあ、やはりインターンに入って、まあ、あの必要書類を、ね、揃えれば基本おりますので、うんうんうん、まあ、それもまあ、ね、他のビザに比べたらそんなにあの時間もかからないので、まあ、一旦まあ母子で来て、その後、まあ、ゆくゆくは家族で来て、まあ、こちらで事業をするとか何するとかっていうふうに考えている方もいらっしゃる、うん、あご家族もいるので、まずは母子で来てっていう感じ で、お父さん行ったり来たりして、ああなで、まあ、それからこれからどうしていくか、家族で移住するなら、まあ、どうしていくかっていうのを、まあ、長いスパンで考えている方とかもいらっしゃるので、うんうんうん、まあ、そういう意味では本当に移住しやすいんじゃないかなと思います。うんうんうん、やっぱ怖い話っていうのもなんかあったりして、うん、まあ、ちょ観光ビザでね、はい、母子で入ったはいいんだけれども、なかなかガーディアンビザが出ないっていうパターンもあったりもするんですかね。そうですね、あまりヨンさんのケースでは、そうです、私のお客さんでは特にないんですが、まあ、なんかその学校側がなんか体制が、そうですね、あのご相談受けたことあるのは、新しい新設校でビザの申請してると思ったらしてなかったとか、学校側がね、それで、あ、そう、180日超えてしまいそうという方とかの、あのご相談を受けたことがあるので、やはり、まあ、新しい学校って新しいカリキュラムって、まあ、すごい魅力的で、あのプロモーションもしてたりするんですけど、やはりなんかこう体制がまだ整ってなかったりすると、ね、うん、やはりそういうちょっと問題が発生したりするので、まあ、少し私は待った方がいいかなっていうふうに思ってますね、新しい学校は、うんうん、じゃあ数年ぐらいずつ様子を見て大丈夫だなっていうのであればいいかなと思うんですけど、やっぱしできて初年度とかは、初年度でやはり入った方でビザが下りなくてっていうご相談を受けたことあるので、うん、そのあたりはちょっと気をつけた方がいいかな。そうですよね、うん、スタートからもう何よって、マレーシア嫌だってなっちゃうとね、そうなっちゃうともうマレーシアはもう、ね、移住し、ね、失敗っていう風になってしまうので、
やはりそのあたりはあのちょっと慎重に、うんうんうん、まあ、そういうところも含めて、まあ、あのこちら、うんうん、私たちエージェントとしては、ね、あのこの学校であればちゃんと出ますっていうこともあの含めてご案内しているので、うん、まあ、そういうところからご相談いただければなと思います。はい、まあ、リアルな情報を聞けて、いやいやいや、大変、はい、ためになりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、皆さんもですね、まあ、ご視聴されている方で、うん、まあ、マレーシア移住に少しでもあの興味がある方は、まあ、ぜひともこの概要欄に貼り付けているですね、あのヒロさんの、ホームページの方でよろしかったでしょうかね。あ、はいはい、あの YouTube も YouTube と、そうですね、そうですね、ホームページとかもありますので、うん、YouTube、ホームページ、あと LINE もされています。あ、そうですね、公式 LINE もあります。はい、あ、まあ、そちらも登録してですね、ぜひともあのヒロさんにつながってみてください。はい、はい、じゃあ本日はヒロさんありがとうございました。じゃあまた、はい、皆さんも次回の動画まで、バイバイ、はい。